はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます、えー。今日のバスケの大学のテーマは、全日本女子の5アウトオフェンスということでお話をさせていただきます。 えー、2020東京オリンピックですね、えー、日本代表の女子がなんと銀メダルを獲得しました。本当にね、おめでとうございます。えー、これをね、私の動画を見ていただいているようなあなたであればですね、きっとあのこの日本代表女子の活躍をですね、毎日楽しみに応援されていて、でそこから学ぼうとされていた方だと思いますので、えー、私もその一人なので、まあ、自分のね、勉強のために、そしてあなたの少しでもお役に立てばと思ってですね、 フファイブアウトのオェンスを解説したいいと思ます1つ最初にお話ししておきたいのは私は日本代表のスタッフでもなければ内部の人間でもありません一ファンとしてあなたと同じようにテレビを通じて毎試合応援していただけのものなので細かいところきっと違うところがあるかと思いますがご容赦いただいて私の中で見出したオフェンスのプレーのシステムというか考え方というかそんなものをこんな風に私は感じましたよというところで まあ一つのね参考にしていただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします、えー、では目次7つ用意してきました1つ目コンセプトですね2つ目ドラッグスクリーン3つ目バックカット4つ目ピンダウン5つ目ヘルプサイドカット6つ目がクイックヒットそして7つ目がまあ、注意点というかですねまとめというところでちょっと長めのね動画になるかもしれませんがぜひ最後までお付き合いください はい、1、えー、つ目、コンセプトですね。まあ、今回、いろんな、えー、メディアで言われていることですけれども、日本代表はですね、身長がないと、えー、なので動きで勝つんだというところをコンセプトにされていたということですね。まあ、特に渡嘉敷ラム選手がですね、あのー、大きな怪我をされて、えー、現在もリハビリ中ということで、えー、代表の まあ選手ではないというところで、それをね、みんなで埋め合わせるような形で、いかにこう動きで、えー、チームプレーで攻めていくかというところをコンセプトにされたということは各メディアが報じるところです。えー、具体的にはですね、5アウトのモーションオフェンスだったというふうに思っています。えー、5アウトっていうのはこういった形ですよね、えー。特定のポストプレーヤーをインサイドの中に置かずに、えー、常にね、こう、 スペーシングをあの広く保っていく、このリングの、えー、周辺ですね、制限区域の辺りにスペースを保つために、基本的にみんなスリーポイントラインの外にこう出ていくような、そういうようなスペーシングを取るということを、まあ、基本にしていたということですね。まあ、その動きながら、ですねそのスペーシングをこう保っていくというところがポイントでして、えーまあ、例えばあの具体的なプレーはこれから紹介しますが、このようにね、えー、5番の選手がカッティングをオフボールからしていったとしますよねで。そこにボールが入ってシュートに行けばいいんですが、そうでなければね、えー これをあの抜けていって、えー、そこのウィングのプレイヤーが今度あコーナーのプレイヤーがウィングに上がっていくとかまあ、こんな風にね、えー、五角形のスペースを常にこう保っているというような規則性でやられていたと思います。えー、まあ、カッティングをしてこの逆サイドに、えー、逆サイドというかですねそのままこう抜けていったようなこういう場合はですね、えー、一つずつポジションをこう埋めていくようにしてあの五角形を常にこう保っているというそういうような、えー、モーションオフェンスだったという風に思います。 でコンセプトとして、ですねこれ、何のために、じゃあ、この5アウトやってるのっていうと、これはね、えー、間違いなくペイントアタックですね。ペイントにアタックしていく。制限区域の中にまずは侵入していくというところから、大きなアドバンテージを作っていきましょうというのが、えー、日本代表のコンセプトだったと思うんですね。わ、えー、かりやすく、4対4で図を示すとですね、まあ、こういうことです。一番の選手がボールを持っていますで。そこからですね、ドリブルで抜いていって。 ペイントにアタックしますよね。もちろん行けたら自分でレイアップシュートするわけですけれども、そこはもちろんヘルプが来るということになります。で、こうなるとですね、一瞬1対2、ペイントアタックをすることで、1対2が生まれるんで、どこがノーマークになるかっていうと、当然この2がもともとついていたコーナーが、えー、開くわけですね。だからそこにパスをパーンと飛ばせばですね、これはアドバンテージということで、いわゆるずれている状態ですね。えー、シュートを打とうとすれば、ね、ディフェンスが来るから。 えー、来たら抜きやすくなるというオフェンスが圧倒的な有利な状態ということになります。で、このコーナーにさばかれたこれをです、ね、止めようとすれば、おそらくこの3番のです、ね、マークマンがカバーダウンに行くしかないので、ここでパンパンとパスを飛ばせばです、ねまああの、さらに大きなアドバンテージ、ね、っていうような形で、えー、どん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 攻撃のチャンスが広がっていくということですよね。だから、えー、言葉で整理すると、まあ、ペイントアタックをまずするとですね、 えー、その効果としては、その高確率なゴール下のシュートが打てる、ね、それに対してファールももらいやすい、ね、それを止めようとしてディフェンスが収縮したら、えー、アドバンテージがも,もらえるということで、えー、そういったペイントアタックからアドバンテージをいかに作るかっていう原理原則で、えー、日本代表は戦っていました。 うん、なので、結果的にですねシュートの、えー、その種類としてはペイントの中のフィニッシュかまたはスリーポイントシュートが多くなるというところで、えー、シュートチャートをですねあのべてこう見たわけではないんですが試合ごとをこうインターネットで見るとですねやっぱりミドルのツーポイントっていうのは比較的少なかったというふうに思うんですね。うん、なので、えー、そういった形でペイントアタックをして、えー、ディフェンスが収縮したらアドバンテージにパスを飛ばすというようなことをやっていたと思います。 まあ、5対5で1つ例としてはですね、1番と4番のところでスクリーンがありました。ね。 1>, で1番がドライブしていくか、または4番がダイブをしていくというような形でペイントアタックをします。でそれに対してカバーが来たらえパスをパンパンと飛ばして、えー、ビッグアドバンテージまでいくとで。アドバンテージがあった人がシュートということなのでここで言うとですね4が打つか3が打つか5が打つかというようなプレーになりますから、えー、比較的ですねミドル2というよりはペイントの中のシュートまたはスリーポイントシュートという、えー、シュートセレクションが多かったんじゃないかなというふうふに思います。なので、えーこの セトとしてはまず5アウト、そしてペイントアタック、アドバンテージ、まあ、こういったところがですね日本代表のコンセプトですねで。プレーそのものというよりは、このコンセプト自体をやっぱり持っ,とくっておくことがすごく大事で、このコンセプト自体はアンダー15、アンダー18、中学生、高校生、またはミニバスでもです、ね、ミニバスだと現状のルール3ポイントありませんけれども、まあ、そういうアンダーー中学生、高校生、またはミニバスでも、ミニバスだと現状のルールポイントありませんけれども、 ところでですねコンセプトとしてペイントアタックをしてアドバンテージ作るっていうこのコンセプトは日本共通で持っていればいいものじゃないかなというふうに私は思います。はい、ではいでこから具体的なセット というかプレイの話にしていきたいんですが、まずですねドラッグスクリーンですね、これは日本の武器としてやっていたということで、ドラッグっていうのはこう引っ張るって、引っ張り出すっていう、そんな意味の英単語ですね、あの要はドリブルアーにスクリーンに行くというプレーで、日本はこれをトランジションから対応をしていました。例えばですね、こういう状況ですね、2番、3番が前に向かって走っている、そして1番がドリブルをついてボールを運んでいるという時に、4番、5番の選手がですね、まあ、センター、パワーフォワードの選手が、 ボールの方に来て、ですねここでドラッグスクリーンをかけるんですね、こういうスクリーンですね。このスクリーンがあるので、一番のマークマンがコツンとぶつかって、一番のド例えば町田選手とかがドリブルで引っ張っていけるというような、こういう狙いのスクリーン、このエントリーがとても多かったです。でドラッグスクリーンはですねシングルスクリーンとダブルスクリーンですねの2つがあって、両方とも使っていました。特に え前回のリオオリンピックに比べると、ですねこのダブ,ルダブルドラッグですねダブルドラッグが多かったように私は思います。1、ねえー、個ずつ解説をしていきます。はいえー、とまずシングルドラッグですね、えー、とまあ文字通り1人だけのスクリーンですね、1番に対して5番がスクリーンに行くというところで、多分規則性としては、 この図で示すように、この、えー、スロットっていうんですかね、制限区域の横のこのラインですね、ここの辺りで、えー、スクリーンをかけるようにっていうような、そういう、えー、まあ、あのー、一つ約束事があったように思います。で、えー、よく言われる言葉としてはですね、スリーポイントラインとセンターラインの間ですね。 スリーポイントラインとセンターラインの間、比較的高い位置、ここのポケットエリア、このポケットのところでドラッグスクリーンをかけるというのが一つポイントですねあの。オンボールスクリーン、ピックアンドロールのプレーはいろんなコートのいろんなところでかけることができるんですけど、このドラッグスクリーンに関しては、ですね、このポケットエリアですね、要は高い位置、センターライン超えてすぐのところでかけていくことが、ボールハンドリングに、あの ドリブルをさせるためのですねいいスクリーンになるので、なるべく高い位置、そして横の位置としてはこのだいたいこのスロットのエルボーの延長線あたりでかけましょうという、こういうところは一つ約束ごとになっていたように思います。でポケットでドラッグスクリーンを受けた町田選手とか、ですね本橋選手の1番の選手は、まずはペイントアタックですね、このままレイアップに行くことを狙うということで。であとここの5番の番ピックにか あのドラッグスクリーンをかけた高田選手とかは、えー、ディフェンスがスイッチしたらここでダイブをするというようなまあ、まずこういう形でドライブ、ダイブ、両方の2つの選択肢で持ってペイントアタックをするということですよねでこのペイントアタックに対してディフェンスが収縮したら先ほどのコンセプトでお話し,しましたけどもこの中から えー、ダイブアンドリフトでですねあのコーナーの選手が、えー、少しボールミートをして、えー、パスをもらうでそこで、えー、スリーポイントシュートを、ね、あの林選手とか宮沢選手がパンと打つというようなこういう、まあ、プレーが多かったと思いますでこのダイブアンドリフトのプレーはですね、えー、1番から2番に飛ばして、えー、ダイブしている5番にアングルを変えて、えー、インサイドに入れるとエキストラパスって言いますけど、まあ、こういうようなですね、あのー、プレーはもちろんあると思うので、えーまあ、この辺はですね 中学生、高校生であればあのできるプレーかなと思いますし、実際ね、私も高校生の男子を教えてますけど、こういったプレーはね好んでやるように指導をしておりますので、こういうところはね、あのチームプレーの3対3の基本ということで、ドラッグスクリーンからのダイブリフト、こういうのはやってもいいなというふうに思います、はい、以上がねシングルドラッグの解説です。 え続いてダブルドラッグということで、えー、ダブルドラッグはまあ2人ドラッグスクリーンに行くということなんですね、えー、おそらく規則性としてはこのスクリーンを使ってドリブルをするわけですが、はい、えー、と大体1人目のドラッグがエルボーの延長線、そして2人目がですねリングの延長線、この辺にかけなさいというところだと思います。えー、高さはもちろんそのポケットエリアですね、スリーポイントラインの外と。 いうことになりますで。この時はですね、ダブルトラックした時は、えー、5番の選手がダイブしてもう1人の選手はポップするっていうふうに互い違いに動くというところが大事ですね。はい、でここで、えー、5番の選手が大きければですね、あのそれこそ渡嘉敷・ラム選手のようなビッグマンであればこの5番のダイブのところにですね、ズドンとこう入れるというようなところがあのリオオリンピックでは多かったんですけれども今回に関してはですね この5番のダイブだけじゃなくて、これ2人ともポップすると、4番も5番もポップするというところが多くて、えー、そこでね、スポイントシュートを高田選手とか、あと長岡選手とかですね、えー、インサイドのプレイヤーでも、そこで打っていくっていうところが見えましたので、やはりこの辺はね、えー、全員が3ポイントを打てるという、あのー、本当に高いレベルでの戦術だなというふうに思いました、えー、ダブルドラッグから2人がポップするというプレーですね。 はい、えー、小さなセンターでもシュート力のあるチームはですね、こういうダブルドラッグからポップっていうフレーは、うん、すごく有効だなということで、えー、全員が3ポイントを打てる、えー、日本の武器、それを活かした戦術というお話です。はい、以上がドラッグスクリーンですね。えー、続いて、えー、バックカットの話をしたいと思います。バックカットはですね、これも多く使っ って,言って、えー、ペイントアタックですよねあのペイントアタックをさらに厚みを増すためのプレーということでお考えください、えー、まあ先ほどのお話をの延長で考えてほしいんですが番番が5番あ1番に5番がスクリーンしました。 でそれを使って、ドラッグスクリーンを使ってドライブをします。1番がシュートをいけなければね、2番のシューターにキックアウトするという、まあ、こういうプレーですよね。でこれを、ね、やると、ですねコーナーから宮澤選手が決めました、ね、三好選手が決めましたというふうになると、当然ディフェンスはそれを警戒するわけですから、まあ、1番のねガードの本橋選手とか、それから町田選手がレイアップに行けるという可能性はもちろん高まりますが、もう1個あるのが、このバックカットなんですね。ディフェンスがですねボールの方を、 この図で言うと、X の2ですね。X の2がボールの方ばっかりこう見てるときにパッとこう走り込むというプレーが非常に有効だったと思います。一、うん、つ、これルール的には、ですねきっとこのエルボーあたりで判断しましょうっていう話だと思うんですね。あまり深く入りすぎると、バックカットの選手とボールマンがかぶるんで、L、ボールマンがエルボーに行くあたりにコーナーにステイするのか、それともバックカット切るのか、これを判断するのの,の、えー 1一つのラインはこのエルボーあたりだよっていうことになっていたんじゃないかなというふうに思います。はい、X の2がですねどういうふうな状況にあるかで全てが決まるんですけども、まあ、多くの場合はですねこの X の2がですねボールだけしか見てないという時にこの背中をピッとこうバックカット走るんですねそうすると決まっているということでこのバックカットはすごくすごく有効でした。で私が 個人的に印象に強かったのはあのー、大接戦のベルギー戦です、ね、86対85で勝った、えー、最後、林選手がスリーポイントを入れて、えー、86対85で逆転したあの、ねえー、準々決勝、ですねあの試合の83点目一、ね、つ林選手のスリーポイントの1個前のプレーこれはですね町田選手のミドルドライブから高田選手のバックカットだったんですね。 こういう原理でやってるんだなっていうのが分かると思うので、まあ、もし、えー、ビデオとかね、えー、撮っている人はちょっと見返していただけるとあの、高田選手の83点目、あれがまさにバックカットのプレーの代表だと思います。はい。このドライブバーッといって、ディフェンスがボールしか見てないところをパッと切るというところですよね。でこれはですね あのスピードがこうドリブルのドライブがスピードがあればあるほどやっぱりチャンススピードがガーッとくるとですねディフェンスはどうしてもこうボールを見ますからその時にパッとバックカットのチャンスがあるっていうところでこれは本当に素晴らしいチームプレーだなと思いますでもう1つバックカットがあるのはスピードドリブルじゃなくて逆にですねそのドリブルアットって言い方をしますけども 味方に向かってドリブルをついてくるその時はバックカットしましょうっていう話だと思うんですね、えー。こんなプレーです、1番の選手がリングに向かわないで4番の選手に向かってドリブルするという時はパッとこう中抜けって言い方をしますけども、うん、ここでバックカットするんですね。まあ、これはパスを通すというよりはスペースを作るっていう意味合いが強いんだけれども、まあ、こういうような、ねえー、バックカットはしていました。うん、あの特に、ねえー、この1番の番選手が ポイントカードがですね、ドリブルこうしていてチェンジする左手でドリブルついてて右にチェンジした瞬間にパッとバックカットするっていうのを結構使っていたので、まあ、これはサインプレーだったのかもしれませんけれども、まあ、ドリブルチェンジイコールバックカットみたいなこういう約束もあったんじゃないかなと思います、うんまあ、ルールとしてはですね、自分にボールあの自分の方にドリブルが向かってきたら バッックカットだだよっっていううとところだったと思うんですねドリブル、ハンドオフ、普通はここで、えー、ドリブルこう向かってきたらですね、ちょっとポインターを出しますけども、4番の選手は自分にドリブルが向かってきたらこういうふうに受けてってね、ハンドオフをするっていう、これももちろんいいプレーなんだけど、ハンドオフをするんじゃなくて、向かってきたらバックカット抜けましょうっていうのが、えー、コンセプトにあったのかなというふうに思います。なので、自分に向かってきたらバックカット、こういうね、えー、ルールで、えー、あなたのチームもやってみると面白いかもしれません。 あともう1個ですねバックカットに限らないんですがナッシュドリブルっていうのがですね、えー、非常に効果的だったとねここで紹介させていただきますねナッシュドリブルというのは、まあ、町田選手の、ね、得意技でして、えー、あんまり女子の選手で見たことないですね男子の選手でも高校生あたりだとちょっと真似できないプレーなんですけどもリングの下までドリブルを通過するっていうやつですね。 えー、例えばこんなプレーです、えー。ドラッグスクリーンを使って1番がドライブをしますで。ペイントアタックしたんだけれども、どこにも出すところがないとなったら、ですねリング下をぐるーっと通過するんですね、うん。リング下をぐるーっと通過すると、結構ですね、あのー、ディフェンスが難しくなるんですよ。リング下をぐーっと通過するといろんなところにパスを出す,か出す可能性があるということで、普通ね、リングの手前で出しどころがないと、こうボールをピックアップしちゃう、止めちゃうんですね。止めちゃうんですけど、そこをぐーっといってですね、 リングの下を通過すると、結構このアウトサイドにパスが飛びやすいし、あの場合によってはバックカットにもつながるということで、これ結構ですね、ドリブルをこう止めない、リングの下を通過するまでドリブルを止めないっていう、これね、ナッシュっていう風にアメリカでは呼ばれたりするそうです、えーまあ、あのご存知の方、多いと思いますが、スティーブ・ナッシュというね、非常に有名な選手が、このドリブルを多用したということで。 アメリカの場合はその得意技をですねその選手の名前で呼ぶことが結構多いので、えー、ナッシュっていう風なね言い方をしているそうなんですけどもこのナッシュのドリブルがですね町田選手が非常にあのー、上手くて、えー、これはね小さな選手はぜひ真似したいところかなという風に思いますはい以上がねドリブルとバックカットのお話ですはいではまだまだ行きますよえー、今度ピンダウンスクリーンですね えー、これはですねオフボールのスクリーンになります、えー、1番と4番のドラッグスクリーンの時にこの逆サイドですね逆サイドの5番、3番がダウンスクリーンをするとシューターをフリーにするためのスクリーンですね、えー、こういうものもよく使われていましたでこれはですねあのこう考え方としてはもちろん3番の、ね、宮沢選手とかそういうシューターをフリーにするっていうこともあるんですが、えー、ここで塊を作るっていう言い方を私はするんですけども3番と5番がいますよね で3番と5番を守るディフェンダーも2人いますね。そうすると、この黄色く囲ってあるここにですね、一瞬4人の塊にこうできるんですね。そうするとヘルプに行けないじゃないですか。ヘルプに行けないところをそのタイミングでもってペイントアタックするとカバーが誰もいないよねっていう、そういう考え方でオフボールのウィングコーナーのスクリーンっていうのは多用されていたんだと思います。ね、もちろんこれですね、チャンスがあればそこにパスをパンと飛ばしてシューターがシュートだったり、あと、 赤穂選手がこれがすごい上手だったと思うんですけど、えー、ディフェンスがこうタイトについてきたらです、ね、ぐるっとカールカットしてレイアップに持っていっちゃうというところですよねこういうプレーが自然に入っていたと思うんですね、うん、であとはですね、あのシューターが上にいる、まあ、あのモーションオフェンスなんで、えー、全部あの決まりきったこう動きじゃなくて、えー、そのディフェンスの状況に応じていろんなプレーをこう選手が選択しているというそういうプレーだったと思うんで、えー、立ち位置がその時によってバラバラなんですね。 なので、そういう時より、シューターがこうウィングにいて、センタープレイヤーがコーナーにいるってことはもちろんあるんで、その時はねダウンスクリーンというよりもフレアスクリーン使ってましたね。シュータータが コーナーーナに行けるようなフレアスクリーンそうすると、やっぱりこれもですねフリースローラインの延長上、近辺45度あたりに塊ができるんで、こうするとやっぱヘルプも行きにくいよねということで、こういうシューターにはフレアスクリーンだったり、あとはね逆サイドはこう,いうピンダウンスクリーンだったり、こういうのを作って、塊を作りつつ、そこでもねチャンスがあれば、カールカットをしたりして、えー、シュートに持っていくというような、こういう日本の、ね、しつこいオフボールの動きっていうのもたくさんありました。 はい、でこういうあのドラッグスクリーンから入って、えーね、あのバックカット入れたりこういういオフボールのピンダウン入れたりカール入れたりっていうのはこれ全部、ね、サインでやってるっていうよりは多分ディフェンスの状況に応じてこうフリーランスで動いているんじゃないかなという,ふうに思うので、えー、非常に多彩で相手からすると守りづらかったという,ふうに思います。はい では動画の後半ですね、5番目、ヘルプサイドカットということで、これもねオフボールの話なんですが、まあ、こういうことですね1番がボールあ、4番がボールを持ってて、4番から1番にパスを展開しました。その時にねこの X の5番のところに注目なんですがこの、このディフェンスね、このディフェンス。やっぱりこの4番がボールを持っている時っていうのは、この隣にボールがあると、ですねここのディフェンダーは頑張るわけですね。ボールを持たせないようにしたりとか。 ヘルプリフェンスの、ね、4番が抜いてきたらカバー自分が行くぞっていう気持ちで待ち構えたりとかするわけですただ、それをですね、パスが逆サイドにふっと飛ぶとこの瞬間、どうしてもですね、気が緩むんですよでそこをこうカッティングしていくというところがすごい、えー、効果的でした、えー、普通はですね、これあのパスしたらパスランなんて言ってボールサイドをカットするんですね、えーまあ、要は1番が4番にパスしたらこの1番が切っていくと まあこういうプレーは多いんですが、これはあんまりやらなかったですね、やっちゃいけないっていうルールになってたかどうかは分かりませんが、あんまりこれはやらなかった、またはですねコーナーにパスをして、パスした人が切れていくっていうこともあんまりなかったように思います、それよりもですねボー,ルあのボールサイドじゃなくてヘルプサイドがカット、ボールをパスした人の隣がカットっていうのこれが非常に多くて、これがすごい、ね、有効でした。 でこういうふうにするとですねまあ、ディフェンスが気を抜いたところにくっといくのでこんな時にね比較的身長の低い高田選手とかがポストアップをしてですねボールをもらったりとかっていうのが最高ですねもう高田選手のポストアップは本当に要所でいいところで得点をつないでですね私はもう本当最高ですって感じでさすが大花学園の選手ポストアップ上手だなっていう,ふうに見てましたけどこのヘルプサイドカットは非常に有効だったように思いますね。まあこの カットをヒュッとした後はですね、やっぱりスペーシングを保つんで、えー、このあと5番の選手が切っていってもらえなかったら3番が上がってくるとか、ねえー、またはこう5番が切っていって逆サイドに行ったらですね、えー、3番が上がっていって、えー、2番も逆サイドに抜けていってこういうスペーシングを保つとかこんなところを連動してこうやっていっているというところですね。 はいまあ、以上がですねあの中心的なコンセプト、まずペイントアタックだよっていうところと、ドラッグスクリーンから入って、バックカット入れたり、オフボールのスクリーンやカッティング入れたりっていうところを、ディフェンスの状況に応じて選手の判断でやってたというところだと思います。 はいでえー、6番、クイックヒットなんですが、まあ、この、ね、クイックヒットっていうのはあのサインプレーですね、えー、なんかこうシグナルを出して、えー、それに従ってやっていくということで、おそらく日本代表のチームはほぼすべてがモーションオフェンスだったと思うんですね、まあ、モーションっていうのはフリーランスオフェンスのことで、えー、ディフェンその全部の動きの筋道が決まっているんじゃなくて、ディフェンスを見て、それに対してこうアクションを決めていくというような、そういうプレーですね。まあ、私がよく言う 例えて言うと、じゃんけんな後出しということで、えー、相手にまずグーを出させてると。あ、グーね、じゃあパーみたいなね、えー。ディフェンスがチョキだったらグー出すみたいな、そういう後出しの感覚で、ディフェンスがこっちにいるからカットしようとかね。ディフェンスがここにいるから止まっとこうとか。ディフェンスがここにいるから。 ダウンスクにしようとかっていう、ディフェンスがこうだからこうっていうような判断で全部やっていく。これがモーションオフェンスということで、日本代表のプレーはモーションオフェンスが非常に多かったと思います。で、それに対してまあクイックヒット。これはですね、特定のサインプレイ、グーとかチョキとかパーとかね、そんな単純じゃないかもしれないですけど、そういうのを出して、もう、 デザイン、すべてがこうある程度決まっているプレイですね。これもえいくつかあったと思います、まあ。エンドスロー、サイドスローはもちろんですが、えー、特にね、スリーポイントシュートを打たせるためのセットっていうのがいくつかあったように思うので、まあ、これのね、絵、えー、を一つ紹介します。明らかに一個ね、えー、読み取れたのがホーンセットですね。えー、これはあのポイントカードが、えー、ハイポストに入れたら、まずね、バックスクリーンを使って、えー、チンカットなんて言いますけども、えー、プリンストンオフェンスでね、有名なチンシリーズ。まああの 名前はね、ともかくこういうバックスクリーンをしてカッティングしていくんですねで。ここにもちろんパス入れられたらするんですが、この形からですね、4番は5番にパスをして、1番は2番にスクリーンに行くという、このフレックスアクションをいくんですね。2番が え横にこうカッティングをしていくのが普通なんですけれども、まあ、そうではなくて、この形からですね、えー、スタガードスクリーンということで、この1番と4番のスクリーンを使って、2番が上に上がるんですね、でこれでスリーポイントシュートを打つというような、まあ、こういうプレーですね、ちょっともう一回いきましょう、ホーンセットからパスを入れて、オフボールのチンのカッティングをする、そのままパスを展開して、フレックスアクションに入ると見せかけて、スタガードスクリーンで上がると。 こういうようにシューターを開ける、こういうプレーはいくつもあったと思います。でまあ、こ,これでね、当然、あのスターガードスクリーンの間を抜けて、本来のフレックスでやるようなコースのカールカットもできると思うんですが、まあ、こういうね、 えー、ものがいくつも準備されてて、えー、ちょっとリズムが悪いときは、ポイントカードがサインを出して、えーまあ、やってたように思うんですね、まあ、その一つがこれ、代表で分かりやすいのが、このホ、えーンセットということでお話をしましたが、まあ、特定の、ね、シューターを開けるために、えー、プレーをいくつかデザインしておくっていうところも、ね、さすがね、最高峰の、えー、オリンピックのチームですので、えー、準備をされていたんじゃないかなというふうに思います。 ははい、では最後、ですね、注意点ということで、あのーまあ、これを、ね、ご覧のあなたはバスケットボールの指導者の方だと思いますから何らか、ね、ここの学びをですね、私もそうなんですけども、えー、自分の子供たちにこう落とし込んでいきたいわけですよね。その時に、もうやっぱり考えなきゃいけないのは動き方イコールうまくいくということではないですよと。このフォーメーメションをやれば、 勝てるとか、そういうことじゃなくて、やっぱり一番重要なのは、ファンダメンタル、基礎ですよね。基礎的なところがすごく大事なので、えー、この動きを真似するっていうよりは、そのファンダメンタルをやっぱり磨いていくっていうことが一番大事じゃないかなというふうに思います。まあ、要は全員がですね、スリーポイントまで含めて、全員がシュートできるシュート力、それから全員がドリブルしてアタックできるということですね。うん。そして、全員が走れる。うん。相手のディフェンスよりも、もう1秒早く、その、 適切なポジションにつけるだけの走り、そういうのをですね、えー、やっていくっていうことが練習でね、えー、求めていく、追求していくっていうのはすっごい大事じゃないかなっていう,ふうに思います。でやっぱりシステムそのものよりも私が一番感銘を受けたのはすべてのプレーがですねハードに走りきっているところですね、やりきっているところがすごいなと思います。ドラッグスクリーンに行くのもですねこでダッシュしてスプリントで行くし、うん、カッティングオフボールのカッティングもね、えーまあ、なんて言うんですかれてテレ,テレ走るというようなことは一切なくて、ビっと走ると。 でそういういちょっと集中力切れてる時はですねホーバス監督がこう劇を飛ばしてで,、ね、できてる時はね今のは最高ですよっていう風にあの日本語でね褒める、まあ、そういうところがですねやっぱシステムそのものよりもやりきってる遂行してるっていうところが素晴らしいなという風に思っていてそういう一個一個のプレーをやっぱ大切に一個一個のプレーに全力をげようよっていうところはね、えー、子供たちにぜひ伝えたいなという風に思います、えーまあ、練習ではですねやっぱりシュートの練習それから一対一の駆け引きの練習ねこれ大事ですよね。 あのビッグマンの選手ももちろんポストプレーやるのも大事なんですけどもリングに整体してシュートを構えるディフェンスが出てきたらドリブルで抜くっていうようなね、そういう1対1の駆け引きドリブルを使った1対1の駆け引きっていうのはやっぱりすごくすごく大事なんでアンダー12、アンダー15、えーね、アンダー18もそうですけど特にアンダー15までのところでですね、そういうのを鍛えていくっていうところからの文化が この日本女子のバスケットを通じて広まっていけばもっともっと日本のバスケット楽しくなるかなというふうに思います、まあ、とにもかくにもファンダメンタルを大切にするとでそのファンダメンタルをすべ、えー、て、ね、こう出し切ってるい一瞬一瞬のプレーに全力を挙げてやってるというところの、えー、素晴らしさがこの日本代表の、えー、魅力だったんじゃないかなというふうに思いますはいありがとうございました、えー、まとめますね、えーまあ、コンセプトは、えー、5アウトスペーシングを保ってペイントアタックそして、えー アドバンテージ、ピックアドバンテージっていうこういう考え方で使っている戦術としてはドラッグスクリーン、バックカット、ピンダウン、ヘルプサイドカット、こういうものを状況に応じてどんどん使っていったよっていうところですよね。そしてクイックヒットとしてはシューターを開けるためのスタガードスクリーンとかのプレーがいくつも用意されていたというところで、まあ、注意点はこの動きだけを真似ずに。 特に1対1の駆け引き、そしてシュートというところを中心にファンダメンタルを大切にするで、日本女子代表のプレーから学ぶべきものがあるとすれば、それはシステムというよりはやりきっているそのハードワークの部分、そういうところかなという,ふうに思いますので、えー、まあ以上が私なりの分析ということで、ですねあの、ここまで、ね、聞いていただいたあなたに感謝したいと思います。えー、もしですね、この動画が、あのー チームの、ね、関係者の方、日本協会の関係者の方に届いていてです、ね、見ていただいたら、大変も嬉しく思うんですけれども。 本当にこの一ファンの、私一ファンがですね、テレビを通じて見て、自分の勉強のためにこうノートを取りながらね、テレビ見てたんですけど、それをね、こういった形でまとめさせていただいたわけですが、あの細かいところいっぱい間違ってると思うんですね、そんなコンセプトでやってないとかね、そんな動きやってないっていうのはあると思うんですが、そこはご容赦いただいて、私のね、今後の励みにしたいと思いますので、ご容赦いただければというふうに思います。ぜひですね、皆さんも私のこの話を聞いてね、鵜呑みにするというよりは、おそらくご自身のご ご自宅でね、えー、その日本代表の戦いぶりがあのビデオに録画されている方も多いと思うので、えーまあ、これを見て、あ、なるほど、三原はそういう風な目で見たのかとっていうところを踏み台にして、自分の目で見ていただいて、ですね、あのー、学びを深めていただけたらなというふうに思いますので、ぜひご自身の目で改めて素晴らしい日本の、えー、活躍をですね、見て、えー、ゲームを再分析、ねえー、再構築していくことをお勧めいたします。えー、最後ににでですすね、本当に、あのー、日本当日代表、まあ、男子もそうですし、3人制の えー、プレイヤーもそうですがあの、本当にオリンピック、私自身、楽しませていただきましたし、えー、学ばせていただきました、えー、関東と学びをありがとうということを、えー、お話をさせていただいて、この動画の最後とさせていただきます、本当にね、日本代表の皆さん、ありがとうございました、そしておめでとうございました。 はい、ありがとうございます。えー、今日はですね、あのー、急遽、えー、こういった動画を作らせていただきましたが、まあ、このチャンネルはですね、えー、もう1年半以上、えー、こういった形でバスケットボールの指導者の方に向けてですね、悩み解決になるような動画を作っております。基本的に毎週ですね、火曜日、金曜日に、えー、動画をアップしておりますので、えー、もしよかった、面白かったという方がいらっしゃったらですね、このバスケの大学に入学するつもりで、チャンネル登録のボタンをポチッと押していただけると非常に喜びます。えー、そしてお知らせを2つさせてください。 1>, 1つ目はですね無料のメルマガ講座ですね、えー。バスケットボール指導者の方に向けてチーム作りのノウハウをお届けしているメルマガをやっております。もちろん無料です。えー、最初の1つ目でですね YouTube では、えー、公開していない練習メニューの作り方というねそんな動画を、えー、お届けしていますのでそのプレゼントだけでもお受け取りいただければなという,ふうに思います、えー。動画の説明欄にねリンクが貼ってありますので、えー、興味のある方は覗いてみてください。 えー、そして現在ですね、えー、もう一つ、このチャンネルとは別に、いわゆるサブチャンネルということで、バスケの大学ラジオ局というのをやってます。こちらは毎朝、えー、7時までには、ですね、えー、音声の方をアップしていますので、バスケットボールの話をですね毎朝、あの移動中とか作業中に聞き流していただければと思います。この、えー、YouTube のサブチャンネル、またはポッドキャストで、えー、やっておりますので、えー、説明欄のところからリンクをクリックしていただいて、えー、フォローしていただけると嬉しいです。 はい。最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。